どうもしゅんです。こんにちは。オクラです。はい、ということですね、今回は就活体験談の動画なんですけども、3ヶ月の前の動画で絶対に就職できないと言われた私が大手に内定できたわけ、平凡人見知り女子大生という動画でダイアンにインターンしてくれてる、リーちゃんに出ていただいたんですけども、そんなリーちゃんのなんか変化があったということで、今日はそれを動画にしようと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ということで、端的な何があったか、ちょっとリーちゃんの方から教えていただいてもよろしいでしょうか。業界大手のウェディングフォトを撮る会社に内定したって言ったんですけど、辞退をしてダイアリーに就職することになりました。おー内定承諾した後に辞退したって感じ。そうですね。だからなかなか珍しいタイプだとは思うので、ちょっとその背景を今日は動画にできたらなと思っております。今内定出た後になんかどうしようか迷ってるっていうような人とか、これからなんかベンチャーとかを考えてる就活生の皆さんにちょっとでも参考になったらなと思っております。まあ行く予定だったよね、普通に。はい、もうそこに行く気満々でした。めっちゃ楽しみにもしてました。そうだよね何があったのかっていうところをちょっと深掘りできたらなと思ってるんですけど、はい、内定出たのは何年の何月ぐらいだっけ。4年生の6月に内定が出ました。で、そのまま承諾、内定承諾して、うん、はい、でダイアリーに入社 しようっていうその辞退をしたのはいつ。10月ぐらいに内定辞退の連絡をしました。おー、じゃあその4ヶ月の間にちょっと何があったかっていうところをりーちゃんなんかどうですか。そこの会社に行く気満々やったんですけど、うん、あれから連絡が来てダイアリー入ろうってまず来て、うんうん、そっからなんか話を聞くうちに、あ、ダイアリーもいいなってなって、うん、でその後しゅんさんが実際に大阪来てくださって、うん、直接お話しして、まあ、そっちに気持ちが移ったって感じです。へえ、すごいね。ちなみにさ、その電話いつだったっけ。9月の末ぐらいだったんじゃないですか。その時に電話で僕らが何て言ったかっていう。まあ普通に私が授業をやっていくってなった時に、絶対近くでメディアとかを一緒にやれる人がおった方がいいっていうので、最適がリナっていう風にこっちでなって、ああそっか、じゃあ電話しようと思って喋った時に、普通に私がこういうことをこれからやるってなって、それを一番近くで一緒にやるっていうのは、うん、いつかやろうって言ってたんですよ。おお、うん、あ、もともとね。そうです。例えば3年後か4年後かに一緒にやろうって言ってたことが今になった。ああ、早まっただけ。普通にじゃあこうやるしかなくないみたいな感じで、もう私の中で選択肢がそれしかなかった。なるほどね、はい、でその勢いにおってなったってこと。まあそうですね、なんかもう納得しちゃったみたいなお姉ちゃんから言われたからとってちょっと迷ったりはしなかったいや、あ、最初は迷いました。迷ってた、うん、迷って、もうなんか両方いけたら嬉しいなって感じだったんですけどでもなんかもともとの内定先に行くにあたってやっぱ不安がなかったわけじゃなくて、うん、何個か不安要素があったけど、まあ、ちょっと目を背けてたみたいな部分があって、うん、でダイアリーに誘われた後に、うん、やっぱその不安要素があるから、そう、やっぱそうやなってなって移ったみたいなのはあります。具体的に言える範囲で大丈夫なんだけど、その不安要素ってどういう要素は2つあって、うん、まあ、1個は今もまあカメラマン自分でしてるんですけど、うん、その時になんかもう重い機材を持ってずっと撮影をしてたら手が痛いってこと。不安要素弱これがでも割と私生活あ、そんなに重いでもやばいぐらい、もうなんか手がもうハーってなっちゃって、これを編集とかも痛いやん。そう、本業にするのはちょっときついって思ってで2つ目はやっぱりお給料が結構低い。もう新卒平均よりも結構低くて、今もらってるお給料よりもめっちゃ下がっちゃうんですよ、はいはい、だからなんか社会人の楽しみがなくなるなじゃないけど、ちょっとなんかお給料面でちょっと逆にさ、その、はい、内定承諾した時とかはまあそれも大丈夫かって思ってたと思う。そうです。うん、親にもなんかそんなん大丈夫なんて言われてたんですけど、いや大丈夫、もうやりたいことやからもうお金はいいねって言って、うんうん、言ってました。なるほど、ね、その時はそれがやりたいことができて、しかもお給料もこっちの方がいいってなったら、はい、おそらくこっち来るよねっていう。あ、そう。なるほど、ね、じゃあ割と合理的なところもあったってことだね。両方やりたいことではあったんで、その中で、まあ、やっぱ条件がいいとか、まあ、今の自分がやりたい方を選んだって感じ。はいはい、カメラもだってやったらいいですしね。まあ確かにね、まあ、あと働く人とかもね、ある程度分かってるしね。
そうなんですよ。やし、まあ、1年生からずっとインターンしてるじゃないですか、うん、でも自分大阪やからなんかこっちにいるインターン生みたいな感じのことはあんまできてないから、うん、このダイアリーの感じ、あの楽しそうな感じがなんかいいなってずっと思ってたんですよ、うんうん、だからちょっとやっと自分もここに入れるってことで嬉しいですね。大丈夫かな。ベンチャー社員とは思えない。この地に足ついてない感がすごいんだけど。まあでもフル株だしね、言ってね。ね。だって5期目の会社で4年ぐらいいるわけだから。さんですよ。会社の成長をずっと見守ってきて。いや確かにね、共にね編集という形で、はい、いや本当そうよね。一回承諾して辞退してとかって全然法律的には、ね、全く問題ないと思うんだけど、結構勇気いる決断だと思うけど、それはそんなにハードルはなかったの？ちょっと抵抗はあったんですけど、なんか今までそうしてきた先輩方を見てきてた。ちょっと早くない？めちゃくちゃ持っていく予定だったのに、はいはい、なんかベンチャー行くとか心配しなかったの？なんか親とか。いやでもその辞退してダイアリー行くって言った時に、絶対そっちの方がいいやんみたいな。へぇー、ダンサーのことを思う。あ、そうですか。してるし、カナと一緒の方が絶対ええやん。安心やん。そう、そんな感じで、むしろなんかウェルカムぐらいな。あ、そうなんだ。感じでした。結構なんだろう、それまでに お姉ちゃんとかのとか関わる人の思想が割と浸透されてたから、割とカジュアルに決断できたっていうのはでかいのかな。あ、そうですね。なんかもうそのベンチャーへの不安とかもないし、まあ、結局うまくいくやろうなみたいな感じやから、割とまあ軽く選択できたかもしれない。すごいね。結構迷うよ普通。結構でかい決断だと思うけどね。でも私が迷ってなかったので、来る前提で話してたんで、うん、全てを。すごいね。え、それお姉ちゃんのどういうところに一番なんか影響を受けたの？あれです、そもそも編集始めたのも私が YouTube やるから やろうって言ってやったのがずっと続いてるし、うん、なるほどね。あ、じゃあもうそれと一緒なのか、ベンチャー行こうって。あ、そうです、そうです。確かに今までの自分は、まあ、カメラ以外全部姉に言われたことをやってきたので今回もまあそんな感じ。自分軸いけてる。イエスマンでいいね、なんか。そう、でもただ流されてるだけじゃないっていうのは割とあって、うんうん、後悔してない。そうそうそう、うん、なんか、まあ、いい方に導いてくれるから、まあ、ついていけばもまあ大丈夫かな。おー、いいね。家族全員そう思ってる気がする。じゃあカメラ好きなのは自分発信っていう、それだけやっと自分で道を開いて、はいはいはい、開いてまたちょっとまた戻ってくる。両立できるしね、やろうと。あ、そうなんですよ、それも大きいです。確かにね、うん、じゃあ一般的にさ、内定時点ってまあまあでかいけど割とカジュアルって感じだったんだね。そうですね、まあ申し訳ない気持ちはめっちゃあったんですけど。そうだよね、仕方ない。はい。あ、でもダイアリーにさ、入社するにあたっての懸念事項とかもちゃんとあってね、なんか7個ぐらいで。海外行きたい、半年に1回オーストラリアに1週間ぐらい行きたい。はいはい、そうそうそう。とあとボーナス欲しい。ボーナス欲しいって入る前に社長に言う。もうおらんけど。懸念点がもうダイアリーはないということで。ああ、でもすごいね。あるじゃないですか。で、入ってからのギャップで辞めるとかもあるじゃないですか、はいはいはい、教育めっちゃしたのにとか、うん、よりは初めからもう懸念全部言って大丈夫なら入りますみたいな。いや、そうだね。しかもなんか全くゼロの状態から入るって感じじゃないから、ミスマッチも少ないだろうしね、その比較的、うん、ちなみに稲山君的にどうですか、はい、なんか内定辞退するのハードル高いですか？めちゃくちゃハードル高いです。うん、はい、それが普通の一般的な大学生だと思う。もう4年生とかになってくると、うん、どんどん高くなってくるイメージがあります。え、なんか内定ブルーとかなった、まあ、あの最初の内定先はありました。それはなんでなの？給与。あ、給料が。え、やっぱ給料だってか、初任給は高いんですけど上がり幅がめっちゃちっちゃいみたいな。あ、そっか、もう決まってるもんね、感じの。あと、本当にこれでいいのかな現象が、なんかそれですね、結局。本当にこれでいいのかな。今の内定先、ちょっと不安だなって思う人に、なんかこうやったらいいんじゃないかとかアドバイス的なやつあるよね。いや、アドバイスできるような立場じゃないか。じゃあ、オクラちゃん的になんかどういう思想をなんか伝えてるの、はい、いつも絶対何やってもうまくいくからっていう前提で選ぶよな、うん、し、はい、なんかほんまにちゃんとやりたいことをやるみたいな、うん、
就職してもちゃんとやりたいことかっていうのが一番大事みたいな。はいはい。組織に入るとしてもね。なんかもうどんなハードルがあろうと自分のやりたい方に進むべきじゃないですか。まあそうだね。無責任なことを言うようで本当申し訳ないんですけど、いつか辞めるくないっていう。うん。まあそうだね。遅かれ早かれ。はい。思想の気持ちで入ってても企業にとっても別に幸せではないのではないかっていうふうに思ってるんで、うん、自分のやりたいとか心の声に従って進むことが世界にとっていいと思ってる。確かに。確かに確かに。でもほんまにその当時はめっちゃ入りたいし、もう嘘なく思いを伝えて内定したけど、もうまあその時代とともに心が変わって、その心とともに今ダイアリーに行く選択をしたって感じです、うんうんうん、もう素直に自分の心に従って。確かにね、それ大事だね。まあじゃあこういう形で一回内定決めたけど、入社するまでとか、まあ、入社した後もね、転職とかもあると思うんですけど、まあ自分の人生なんでね、その納得感持って自分で決めるっていうのがすごい大事だなっていうのを、りーちゃんの話を聞いて思いました。最後にアドバイス、なんか一言あったらりーちゃん。なんか内定承諾した後に内定辞退するのはやっぱちょっと会社側にとっても、まあ、世間的にも良くないなみたいなのがあると思うんですけど、でもなんかそれよりもやっぱり、まあ、自分のやりたいことに心に従って進むのも、まあ、ありなんじゃないかなって思うので、悔いのない選択ができたらいいなと思います。りーちゃんの選択を正解できるように我々みんなで頑張っていこうと思っておりますということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。ここで、旬ダイリーからの就活応援キャンペーン。1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてねー。